チームクッパ勝利ということで、チームクッパの方おめでとうございます。ということで皆さんこんにちは、ババラーの館へようこそ。みんです。いや、さっきね仕事終わったけど1位だった、よかった。ずっとね携帯いじれない状態だったからさ、よかった、ゲットできて。ということで今回から猫ツアー、猫マリオとクリーム肉球がピックアップで新登場しております。私も実況をしたね 3D ワールドに出てきた猫マリオでございます。よし、こっち6回あっち6回でリセットしていきましょう。よし、こっちの面終了、そして10連ドカンを押してこっちでも6回リセットをしていきます。よし、6回リセットずつ、6回ずつリセットが完了しました。引いていきましょう。猫マリオ来てくれるかな。待って、スキル見るの忘れたわ。でもゴールド来たからもう何でも OK、 オール OK。 これでスターが降ってきれる。神神キングテレサ、しょっぱな神々だからね。もうこれ来てくれればもうそれこそオール OK なんだけど、悪い字回答。ベビーピーチ、ベビーロゼッタ、やばい、ベビーが来てる、ベビーが来てるということは、あ、待って、でも星来てる。ちょっと待って、いいのが来るんじゃない、猫か、違った、ベビーマリオかっこコアラ。結構レベルも上がってきたでしょ。そうなんですよ、結構ねレベルを上げつつ使ってはいるので、レベル上がってきてるけどチケットがなくなるよね。キャラ折り紙飛行機、あ、待って、2回目のスター、いや、これ10連目で揃う、やったー、猫マリオスーパーベルか。スーパーベルね、結構難しいんですけど、まあ、そうだよね、猫ピーチとかもね、あ、待って、ベビービーチ猫ピーチとかもさ、そういえばスーパーベルでしたもんね。スーパー回答ということで、10連で無事に2体ピックアップが出てきてくれました。やったね、これでちょっと終われるんじゃない今回は10連で終わりだな。今週はトッテンカップということで、何ベビーパークとか新しいの出てるんだけどベビーパーク可愛いっぽいんだけど、まあ、後々ね走っていこうと思います。ということで最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。